聞いた。何だったんだあいつは。いやー、のんびり考えてる暇ねえ。早くご飯たちんとこに行かねえと。おめえが何もんか知らねえけど、ありがとな。助かったぞ。さっき向こうででかい木がまた一つ消えた。急がねえと。おめえも来てくれっか。クリリンもゴハも離れてくれ。あとはオラたちに任せろ。わかった。ゴハ、俺たちは行くぞ。お父さん、ついに現れたな。わざわざ何しに来た。まさかこの俺たちを倒すためなどくだらん条件を言いに来たんじゃないだろう。これ天神犯ヤオちゃん。先輩はどんどん上がってやがる。そいつをとっとと倒せ。逃げ。おれれ。おれれ。Yeah!
こうなったら大猿に変身してぶっ潰してやる。なんだ、はじけて混ざれ。そんな。形勢逆転だぜ。これで貴様らはもう終わりだ。振り潰して殺したのも武道会場をぶっ壊したバケモンってのも、もうそれだ。立派な大猿に変身させたさ。悟空くんの足取りがこんなところに飛んでくるなんて。さすがに力を貸して。でも彼らを倒さないと歴史を元に戻すことはできないわよ。よし、この時は格好撃破じゃ。まずはナッパを倒してしまえ。力行くぞ。皆殺しだ。俺たちも行くぞ。はい。あいつ、お皿に待ってやらないだが、奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯、あいつの尻尾を切るぞ。はい。尻尾を切るのはあのチビたちに任せればよかろう。お前は大猿に隙を作るんじゃ。くそ、強いなんてもんじゃないぜ。せめて父親の隣で死なせてやろう。お前なんかに負けるもんか。貴様らがこの俺に戦いを挑んだのは間違いだったのだ。
逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ。クリリ、いいんだこれで。え、この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとな。よ、ララ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 ラ
ようこそ。ようこそ。よっ。よっ。うむ。ようこそ。よっ。
こそ。よっ。ようこそ。何？